さあどうかな。お、なるほど、平均か。どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、ちょっとね、前回パート3でお話ししていたんですが、この青鬼モッドが、まあまあ本当にあのご好評いただき本当にありがとうございます。あの制作者さんのね、そのチャンネルは概要欄にありますので、ぜひちょっと飛んでいって見ていただきたいんですが、その制作者さんのがね、その今まで青に 1.12 だったのが青に 1.14 で、今後どんどん追加されていくということで、どんどんこの青にモッドが進化していくらしいんですけど、まあ、残念ながらちょっと私、その、まあ、前回言っていた 1.12 のデータを 1.14 にちょっと移行するっていうのがちょっと難しくて、なので、まあ、まだちょっと鉄装備だけだったから、まあそうですね、ちょっと 1.14 で今後長くやっていきたいので、まあ、あのデータ残しつつね、鬼滅の刃モッドでいろいろやったりとかもしたいんですけど、まあ残しつつちょっと今度からここでこちらでやっていこうかなと思います。はい、なのでまあほとんど、まあ鉄装備揃え、まあでもあそこかなり思い入れあったんだよな、あれなんだけど、まあ、あ氷表情ある、あ、まあ今あのまあよかったらね、今後はここで長くやっていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、初期リスポーンがここなんだよね。なるほど。とりあえず、まあ、木切ってやっていきたいんだけど、まあ、でもやっぱりその、ツイッターでね、まあ、かなり僕ちょっとバニラにはまりまして、マインクラフトのバニラ自体にね。だから最初何すればいいですかって話を。まあ、一応いろんな方の動画見てたんですよ。でもまあ、何がいいですかって言ったところ、やっぱり初期リスポーン地点に、まあ、自分の拠点、まあ、ないし、近くに村だから、この前のね、その 1.14 の時が一番多分良かったと思うんですよ。あの近くに村がある。で、食料問題もかなり解決していたので、結構神ワールドっていうか、ま、今時の前から結構ね、その村があるとは知ってるんですけど、でもやっぱりすごい良かったんですが、まあね、やっぱりちょっと、これから今後いっぱいやっていきたいから、まあその憂いをなくすためにも、まあちょっと仕方ないかな。でも、まあ拠点とかね、自分で作って、まずは細々でやっていくっていうのはいいと思うんですよね。だから基本はこの初期リスポーン地点、まあ、ここって言ってもちょっとあれなんですけど、まだなんですけど、まあ、を使ってって形になるかな。とりあえず、コンパスあれば一応初期リスポーン地点には戻れるんですけど、まあ、ここら辺に一応、ここら辺に確か生まれたよね、僕。ここら辺に誕生したよね。まあ、一応ちょっと目印として立てときますか。まあ、ほとんど関係ないけど、はい。まあ、ここら辺ですよっていう。で、こっから、まず気になる。まあ、ちょっと平原行ってみようか。平原行きつつ、ほら、あっちにさ、これ結構髪、痛い。やばい、ダメージ即食らっちゃった。氷バイオームだっけ、それ近くにあるのって結構良くないですか。多分、そうだよね。白熊さんいるかな。ほら。あれ、青鬼みたい。あそこに住むか。でも氷で住めないか、氷のところで。そこで住むのはちょっとなかなか難儀か。まあ、とりあえず、斧とかゲットしたんで、マジ羊さん、最高でござる。ありがとう、我がちょっとね、生活の一部となっていただき、これからね、ごめんね、羊さん、かわいそうなんだけど、でも羊さんは永遠に生き続けるから、僕の、そう、家で。僕の家のベッドとしてずっと生き続けてもらう。まず鉄は取っとこう。まず探索したいんだけど、まず鉄はしっかり取っときたい。待ってね。やっぱり、前の状態に戻したい。あと食料問題もなんとか、まあ、石窯作って、そうだね、羊さん、ちょっと申し訳ないけど、まあ、窯さえ作れば、あと石炭か。石炭と窯さえあれば、なんとか、その、生きながらはすると思うんですよね。うん。で、やられても、ま、今、初期リスポーン地点近いから、そこは問題ないと思うので、とりあえず、間違えた。で、かまど作りの、棒を置いて、オッケー。で、石のつるはしと。で、もう作っとく。もうちょっと鉄掘っとこうか。鉄掘っといて、あと石炭欲しいね。そうなると。さあ、あとは、いないでよ。いないね。でもあれなに、リスポーン地点の近くの洞窟だから、まあ、ここも探索することになるんじゃないのかな。4つか。まあ、いいでしょ。いない？一応ちょっと見ていい？ちょっと見て。あ、鉄あるじゃん。なんかいない？クリーパー様いますね。クリーパー様がいましたね、今。
はい、皆さんの目には見えたか分かりませんが1個だけですか。なるほど。で、まあこの青にもっと、まあ、まあ説明しなくても大丈夫ですよね。パートよかったら前回のパート見ていただければ分かるんですが、まあ結構青鬼がその洞窟とかいろんなところに出現するという。でさらに今回 1.14 なのでヨシエもいるんですよ。はい、まあヨシエというものは恐怖の森の、そのキャラクターなんですけど、そいつもいるのでかなり、警戒しないといけないと。はい、だからしっかり装備、むしろやっぱり揃えたいんですよね。そのごめんね、ちょっと我がちょっと肉となってもらっていいか、すまない、本当に申し訳ない。そっか、でも羊も連れてきて繁殖させないといけないから、あんまり倒さない方がいいのか。一応リスポーン地点がまああの辺り、あそこだね。だからこの辺りにまあ拠点作ってもいいし、いやでも氷のとこ行ってみたいな。ちょっと行ってみていいですか、あそこ。いやでも食料問題をまず解決しないといけないか。そうなるとやはりちょっと拠点を作るべき。しかしちゃんと石炭掘りましょう話が2点3点して申し訳ないんですが、石炭を取りたい。そうしないとちょっとまあ焼けるんですけど、一応原木で。ちょっと待って、やばい、待って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 、とりあえずちょっとお腹問題がまずい。仕方ない、致し方なし。これでOK、 これでまあ羊さん結構いたんで、ちょっとごめんね羊さん、ちょっと我があの移動用のベッドと拠点に置いとく用のベッドが欲しいんですよ。だからちょっと申し訳ないんで、まあ羊さん多いからね、ちょっと申し訳ないんだが、まあ我がサバイバルのね死肉となっていただき、あ、ジャングルもある。ジャンゴあって平原あってで氷バイオーム、いいね、悪くないんじゃない、これ3つのところ。で問題できればちょっと村が欲しいかな。まあ食料問題はなんとかね、その原木焼いて今なんとかなってるので多分大丈夫だとは思うんですが、なるべくね、肥料もあるで食べよう。よし、間違えた。拠点でやられるか。でも拠点でやられたらふわっていく拠点の近くにいちゃう。待って、来る、いない、まいた、うわー、ちょっとどうしよう、どうしよう、助けてよドラえもん。待って、無限に追いかけてくるんだけど、どうしよう。とりあえず突き放すか。あ、海の中弱いとか、海来れないとか、ほら来てみろよ。ちょ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 、あ、海泳げんのでは。あ、いけるか、いける、はい、やるぞ、はい、いける、はい、いける、はい、はい、よし、いけるぞ、はい、はい、はい、よし、よし、はい、はい、よし、痛い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 、いや、なんとか、あ、武器壊れた、よいしょ、よいしょ、ちょっと、どうだ、倒せるか、倒せるか、頑張って、頑張って、いいぞ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 、よし、よし、いける、いける。勝てる、倒せ倒せ、何ドロップする、何ドロップする、倒せ倒せ、倒さないと私のこの地に安息はない。ごめんね、すごいあのクリック音がするかもしれないですけど、ちょっとあのこれ修正しておきますね。あいちょいちょい、あれいきなりどんだけ強いのこれ。待って、こっちこっちこっち呼び込もう。ダメだ、水中じゃないと。いいぞいいぞいいぞ、ダメだ、
一回逃げよ、一回逃げて勇気の撤退よ。じゃこれはこれは戦力戦略的撤退です。そう、勝利を確信した撤退です。決して決して怖くて逃げたわけではございません。はい、そうです、そうなんです。ちょっと待って、どうするどうする、ちょっと待って、待ってね、待ってね。止まった、見てる、探してる、よし今のうちだ。ふわふわっていただけ、ふわっていただけ、ふわっていただけ、ちょっと待って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 、無理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 、ごめんごめんごめん、本当にごめん本当にごめん、違う、ちょ、どうしよう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 、終わったか、終わったか、やばい、どうしよう、ちょっと一回もう掘るか、穴掘って、仕方ない、やるしかないか、よし、ああ。